はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、 URPC でございます。今日はですね、昨日紹介した部品で実際 PC を作っていきたいと思いますが、でも今日はですね、あんまり紹介とかをしなくて、もう組み立てで早送りで組み立てをしたいと思います。それでは行きましょう。はい、こんな感じで上から組み立ての動画にしたいと思います。あと今日はですね、こう部品の紹介というか部品のことを進めたではなく、まあ、BGM を楽しんでご覧ください。それでは行きましょう。
はい、皆さん、ここまではこんな感じの動画でしたので、これで、部品を全部、付けましたんですね。部品を付けて、その後、線などを繋ぐだけですね。はい、それでは線などに移りたいと思います。はい、皆さん、全部、線などを繋ぎましたので、あとはもう一つ、ここにもう一つ、青 LED 板を付けました。これで、PC を全部、組み立て、修理をしましたので、まあ、今回はですね、あんまり喋んなくて、そのまま、全然喋んなくて、動画を作りましたんですけど、まあ、どうでしたんですね。あと、もし、この動画じゃなくて、前みたいな喋りながら動画を撮ってほしい方いましたら、ぜひコメントお願いします。あと、もう一つはですね、昨日の、この部品の紹介の動画を説明欄にありますので、そちらもまだ、部品の紹介っていうが欲しい、見たい方は、そちらの動画をご覧ください。あとはですね、こちらの PC を、ベンチマークなど、どちらのベンチマークって、もし、このグラフィックスボードを希望な方は、今悩んでいると、方もいると思いますが、そちらは、このベンチマークってどうですかねっていうふうに見たい方をぜひお知らせください。ベンチマークの動画も撮ります。はい、これでは、これから、この PC の学校動画始まりますので、それもご覧ください。はい、以上で今日の動画をここで終了したいと思います。はい、皆さん、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、それではさようなら、次の動画で会いましょう。